羽生結弦、海外で天才バレエダンサーに例えられた日本の国宝の魅力とは。ご視聴ありがとうございます。早速今日も羽生選手のファンへ情報をご提供させていただきます。平昌五輪で66年ぶりの連覇がかかるフィギュアスケートの羽生結弦 ANA 右足首の故障でグランプリ GP ファイナル全日本選手権を欠場し、復活を目指す絶対王者を海外メディアも史上最も偉大な王者と注目。二人スキーの再来と呼ばれた天才バレエダンサーと伝説のヘビー級ボクシング王者との融合と表現し、日本の国宝と称賛しているアジア史特集、氷一来る、ゆずの肖像、伝説のバレエダンサー級の魅力とは。平昌五輪で66年ぶりの連覇がかかるフィギュアスケートの羽生結弦 ANA。右足首の故障でグランプリ、GP ファイナル、全日本選手権を欠場し、復活を目指す絶対王者を海外メディアも、史上最も偉大な王者と注目。二人スキーの再来と呼ばれた天才バレエダンサーと伝説のヘビー級ボクシング王者との融合と表現し、日本の国宝と称賛している氷一来る、ゆずの肖像と特集したのは、アジア史、アジアタイムズ電子版だった1952年のオスロ五輪で成し遂げたアメリカの伝説的スケーター、ディック・バトン氏以来となる五輪連覇の偉業に挑む羽生について、記事では漂わせるオーラを紹介している。彼は無数に存在する、ファンの間ではシンプルにゆずと呼ばれる。彼はおそらく史上最も偉大な男子フィギュアスケートのチャンピオンだろう。わずか23歳にしてゆずる羽生はルドルフ・ミレーフの優雅さと魅力にロッキー・マルシアノの鋼鉄さと本質性を融合させたのだ。ミレーフは旧ソ連出身のバレエダンサー、英国ロイヤルバレエで活躍し、二人スキーの再来とも呼ばれた天才だ。マルシアノはボクシングヘビー級で史上唯一全勝で引退した伝説の王者。バレエ界とボクシング界のレジェンドの優雅さと強靭さを同時に備えているのが、羽生であると分析されている。野心的な運動能力×独自の芸術性、日本の国宝羽生結弦、野心的な運動能力とバレエ的ですらある独自の芸術性を誇るスタイルこそが、彼を日本の国宝たらしめている。そして、冬季五輪で2連覇を果たす強力な本命としている。記事ではアスリート、そしてアーティストとして非凡な輝きを放つ23歳は平昌五輪の優勝候補だと分析。一方で、羽生は現在、苦境に立たされていることも紹介している。ミッションインポッシブルを結弦が達成したとすれば、これは氷上の歴史になるだろう。彼は右足首の靭帯と腱と骨を負傷し、1ヶ月以上リンクに立てなかったという困難を覆してのことになる、こう伝えられている。羽生にとっては故障という本来はネガティブな出来事でさえも、全ては感動のクライマックスにつなげるための序章にすら思わせる。果たして、バトン氏以来の偉業は達成されるのか。ネイサン・チェン、米国、宇野昌磨、トヨタ自動車ら実力者ひしめく平正で、羽生の体感の瞬間に、海外メディアも熱い視線を注いでいる、羽生結弦。最新の金鋭？熊本のリンク解説で祝福サイン公開。2018年1月20日、フィギュアスケートの羽生結弦 ANA が熊本市のスポーツイベント、熊本市民スポーツフェスタ冬季大会の開催に際し、祝福のメッセージを寄せ、最新の金鋭が公開されている。熊本市のスポーツイベントに際し、祝福メッセージ。元気そうな姿にファンも安堵。フィギュアスケートの羽生結弦 ANA が熊本市のスポーツイベント熊本市民スポーツフェスタ冬季大会の開催に際し祝福のメッセージを寄せ、最新の金鋭が公開されている。熊本市は28日2月3日に市民総参加型イベント熊本市民スポーツフェスタ冬季大会を開催する。発表によると、第1回の28日に羽生のオブジェが登場し、会場のアクアドーム熊本で公開されるという。また、開催に際し、羽生の写真も公開している。スケートリンクをバックに自筆のサイン色紙を手にして微笑み、色紙には、祝。スケートリンクオープンアクアドーム熊本様。2018年1月20日とメッセージが添えられている。現在、練習拠点のカナダに滞在中で、現地で撮られたようだ。羽生は11月に右足首を負傷し、戦線離脱して以降は、平昌五輪代表が発表された12月の全日本選手権もリハビリに尽力し、姿を見せることができず。
元気そうな様子が伝わる一枚に SNS 上のファンの間では安堵する声も上がっていた。16年に起きた震災により甚大な被害を受けた熊本の盛り上げに一役買いながら、羽生自身は2月に迫った平昌五輪で66年ぶりとなる大会連覇を目指す。出展ザ・アンサー編集部、ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。